皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。9月8日、女優の趣里さんがヒロインを務める10月2日スタートの連続テレビ小説ブギウギの会見が NHK 放送センターにて開かれました。終了後に制作統括の福岡俊武氏は囲み取材に応じ、作曲家服部良一さんをモデルにした羽鳥善一役で朝ドラ初出演となった俳優の草薙剛さんの起用理由について語っていましたのでご紹介します。朝ドラ第109作ブギウギは戦後の大スター笠置シヅ子さんをモデルにしたオリジナル作品。銭湯の看板娘からブギの女王と呼ばれる大物歌手になっていくヒロイン花田鈴子趣里さんの波乱に満ちた半生が描かれます。草薙さんは別れのブルース、東京ブギウギ、青い山脈など数々のヒット曲を世に送り出した作曲家服部良一さんをモデルにした羽鳥善一を演じ、鈴子を一流歌手へと導いていくという重要な役を担います。福岡氏はドラマの中でも音楽の力っていうのはすごいんだよ、新しい音楽でみんなの気持ちを明るくしようよというようなところを押し出していく、一緒に成長していく役になっていると草薙さんが演じる羽鳥善一の重要性や難しさを説明。大河ドラマ「青天を衝け」でチーフプロデューサーを務めていた福岡氏は徳川慶喜役で出演した草薙さんと作品を共にしています。そんな中で青天を衝けで演じた徳川慶喜は非常に難易度の高い役だったと語ると、腹の底を見せないながらも視聴者の感情に訴えてくる清野慶喜を高く評価。その当時明るい側面をどんと押し出した役を草薙さんが演じたらきっと素敵なんだろうなと思っていたそうで、本作で羽鳥善一っていう役を作っていくときに、やっぱ明るさっていうのが一つキーワードである、どんな時も明るく音楽と一緒に歩むっていうところがやっぱりぴったりだなっていうことをすごく思いまして、草薙さんにお願いしたというような感じです。草薙さんの明るさが起用の決め手だったと明かしてくれました。そんな草薙さんも自身の YouTube チャンネルでブギウギの撮影について語ってくれていました。大阪で朝ドラ撮ってるんですよと語り出す草薙さん、毎日毎日趣里ちゃんと最高のシーンをグッドだと言いながら撮ってると報告し、本当に趣里ちゃんすごくて歌もたくさん覚えないといけないし、踊りもたくさんあるし、エネルギーあるし、お芝居ももちろんそうだし、そういう頑張ってる趣里ちゃんに僕も感化されて、みんなが楽しんでいただけるような愛とか人情とか、僕らが生きていく上でエネルギーになる大切なものをみんなで一緒に作り上げている、で私は撮影の度に大阪に行くと趣里さんの凄さ、そして新幹線の凄さを体感しているようでした。朝ドラ初出演となる草薙さんですが、今まで経験してきたドラマとの違いについて、ちょっと早い気がするね、撮影にスピード感があると語り、ギター触ってるおかげでセリフが入ってくるのが早いと、趣味のギターが役に立っているみたいです。最近お芝居の仕事が本当多くてという草薙さんはブギウギの撮影真っ只中なわけですが、主演舞台チラの恋文が決定したことや、撮影を終えたばかりの NHK ドラマデフボイス法廷の手話通訳し、撮り終えている主演映画五番切りの公開予定と矢継ぎ早に報告すると、改めて上半期はとにかくセリフを覚えてました、良質な作品に出会えたことに感謝して十分期待してくださいと自信を覗かせていました。そしてあれどうなったんだろう、映画クソ野郎と美しき世界、何度も言うようだけどさ、シンゴちゃんとゴロウさんとのあれもう今年やんないんだね。
新しい地図の3人が出演する映画の続編について触れる場面も。2018年のライブ配信で第2弾制作決定と発表したものの、なかなか進んでいないようです。それだけ3人が多忙で、なかなかスケジュールが組めなくなっているということなんでしょうね。ここからはネットの声をご紹介します。うさかめに続いて大阪での収録ですね。大阪ならではの雰囲気もあるのでは？大阪グルメも楽しんでくださいね。全事務所の会見もあったけど、3人に新しい自由な風が吹きそうです。うさかめ始まってから仕事が順調だって言ってて、それを一緒に喜び、草薙さんの体調を気遣う安友ちゃんはいつも優しい。彼はいつも周りに感謝して謙虚。出演したドラマや映画は、必ず結果を残す。そんな彼をまた使いたいという無限ループのようにこれからも続くんでしょうね。お芝居の仕事が本当多くていいね。やっぱり俳優として需要があるからね。こうでなくちゃね。草薙チャンネルの YouTube もこういうことをどんどん発信してほしいね。事務所は最初、草薙くんをウーム専属の YouTuber にしたかったみたいだけど、それダメだから。来月から毎朝見られると思うとワクワク。お仕事がこんなに増えてほんとよかったけど、働きすぎて体調を崩さないようにしてもらいたいです。ジャニーズはもう持たなそう。でもテレビ局はいきなりジャニーズ排除はできないから共犯だし、ジャニーズに忖度してないコンプラ重視アピールに地図の仕事が爆増しそうな気がします。もともと実力があり、本来なら制作側が使いたかった草薙さんなんて依頼が殺到しそうだわ。喜ばしいことだけど、なんだかな、でも思う。個人的に朝ドラは前期より後期が面白いと思っているので、草薙くんが出演するしないにかかわらず楽しみです。ランマンは実際の人物はこうだった的なことを知ってあんまり楽しめなくなった。青天を衝けの吉野部は本当に素晴らしかった。複雑な心情を繊細で奥深い演技で表現していた。彼の表情や所作から目が離せなかった。草薙剛は役に化けて本人なんだけど本人じゃなくなるすごい役者。青天を衝けの徳川慶喜は誰も見たことがないのに、この人が慶喜だと納得してしまう不思議な感覚を体験しました。本人に似せた写真も本物そのもの。バラエティではマイペースに見えてうまく周りと馴染んじゃう。明るいし面白いし、読売テレビのうさかめの時も、安友の二人も、なんならスタッフさんたちもみんなリラックスしてる。朝ドラは、脚本がいまいちなものが多いので、期待してなかったけど、草薙くんが出るなら、見ます。藤野ドラマは静役も良かった。彼の出るドラマは面白い。こうやって次々と草薙くんの演技が見れるし、また今回は見てなかった人たちにも見てもらえる朝ドラに出てもらえることは嬉しい。今まではジャニーズだったから起用されてたと思ってる人もいると思うので、本当に演技力が高いことをもっとたくさんの人に知ってもらいたいです。青天の草薙さんの演技で従来の吉野部像が変わった一人です。幕末から明治に移行する日本の過渡期をテクノクラート側で描いた大河ドラマは新鮮でした。その原動力の一人になる主人公との関係性が、次回の朝ドラと重なるところもあり、戦後の日本の再生を、主人公と彼女に出会う人に託してどう描くのか今から楽しみ。つよぽんの演技にはほんと引き込まれるんだよね。スマップ解散からほんと苦労して、実力でまたのし上がってきた。つよぽんを使いたかった関係者もいっぱいいる。状況は一変した。事務所の大きさじゃない。実力の世界。このまま紅白も出て、今まで悔しかったファンの思いも報われるといいな。草薙くんの演技力は
もう言うまでもなく素晴らしい。ヤクザ、詐欺師、いい人、ジェンダー、どれも憑依してる。これから、ジャニーズの圧力がなくなれば、もっとテレビとかでも見れるようになると思うと本当に嬉しい。その服部良一さんが、笠置静子さんとアメリカに行った時に、通訳とアテンドをしたのがジャニー喜多川氏で、そこで気に入られて服部家に招かれた結果がああだったんだから皮肉だな。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。